ロマン主義、ロマン主義、ロマン主義は、主として18世紀末から19世紀前半に、ヨーロッパで、その後に、ヨーロッパの影響を受けた、諸地域で起こった、精神運動の一つである。それまでの理性偏重、合理主義などに対し、感受性や主観に重きを置いた一連の運動であり、古典主義と対応なす。恋愛賛美、民族意識の高揚。 中世への同型といった特徴を持ち、近代国民国家形成を促進した。その動きは、文芸、美術、音楽、演劇など様々な芸術分野に及んだ。後に、その反動として、写実主義、自然主義などをもたらした。ロマン主義は、協情主義、古典主義の対概念として捉えられるもので、アメリカの哲学者、アーサー・ラブジョイは、 ロマン主義の時代を1780年から1830年としている。また、ロマン主義は、部分的には、産業革命への反動であった。その方がはすでに、ベルナルダンドさんイコール、ピエールやディドロに見られ、セナンクール、スタール夫人、バンジャマン・コンスタン、フランソワルネド・シャトー・ブリアンといった、初期ロマン派作家によって、 それまで協情主義によって抑圧されてきた個人の根本的独自性を根本とした表現が特徴される。これらはナポレオン一世の第一訂正に対する文化的抵抗運動の中で文芸サロンやサークルの中で醸成された。また、フランスのジャンイコール・ジャックルソーの著作がドイツに伝えられたこと始まったドイツのロマン主義はさらに再び フランスに逆輸入される形でその花を開いた。フランスのロマン主義運動は、オノレド・バルザック死後の1850年代以降、勢いを失い、シャルル・クロス等の小ロマン派を除いてはその座を写実主義、自然主義、高等派等に譲ることになるが、その影響はヨーロッパ全域に広まり、世紀末から20世紀の初頭の後期ロマン主義にまでんだ。 ロマン主義を信奉する傾向や集団を指して、ロマン派とも呼ばれる。ロマン主義の定流に流れているものは、古典主義や協情主義が、しばしば無視した個人の根本的独自性の重視、自我の欲求による、実存的不安といった特性である。ロマン主義においては、それまで古典主義において軽視されてきた、エキゾチスム・オリエンタリズム、神秘主義、夢などといった題材が好まれた。 またそれまで協情主義によって抑圧されてきた個人の感情、憂鬱、不安、動揺、苦悩、個人的な愛情などを大きく扱った。また、古典主義はその技法上の制約によって芸術的自由を抑圧したと、非する主張から、及び古典主義の欠陥に対する反発から、ロマン主義の一部は出発したとされる。この特性及び主張は、 道徳やキリスト教的倫理から文学を解放し、やがて写実主義、自然主義へと継承された。ローマ帝国時代のラテン語には、文語としての古典ラテン語と口語としての俗ラテン語が存在したが、その差は、さほど大きくなかった。衰退期に入ると文語と口語の差は徐々に広がってゆく。やがて、一つの言語の変種とはもはや呼べないほどにまで、その違いは大きくなり、文語は、 古典ラテン語の知識のない庶民にはもはや離婚難な,なほどにまでなる。対してその時代の工合ロマンス語と呼んだ。そのロマンス語で書かれた文学作品がロマンスと呼ばれるようになり、ギリシャローマの古典文学の対立概念とされるうになった。ロマン主義、ロマンティシズムの語源はここにある。したがってロマン主義のロマンとはローマ帝国の支配階級。 知識階級ではなく庶民の文化に橋を発するという味である。文学では、ロマンティックという言葉を現在、その言葉に含蓄されているような意味合いで初めて使ったと言われる、フランスのルソーを、孤独な散歩者の無双を講師とし、多くの作家が挙げられる。18世紀末のベルナルダンド・サイコール、ピエールのキス・ヤディドロの、あるいは、ルソーの、 告白等に見られるロマン主義の方がは19世紀に入り、スタール夫人、バンジャマン・コンスタン、フランソワルネド・シャトーブリアン、セマンクールといった初期ロマン派作家によって、現実認識及び自我といった根源及び対象を持った本質的級の表現を通して、それまで強情主義によって抑圧されてきた個人の根本的独自性や、それを根源とした苦しみが明確な形をとって、 表現された。倦怠、不満、無力、自己満足、欲求不満と人に入れられぬという意識、こうした実存的不安、あるいはシャトーブリアンが情熱の空爆性と呼び、コンスタンが今世紀の主要な精神的な病のつと呼んだものは、それまでの協情主義ではその存在が否定され、啓蒙主義においてはその輝きの影に隠れたものであった。 同時にこの自我のルタクと他者に対する無双の中で揺れ動く自我の商用にロマン主義の基盤が据えられている。これらはナポレオン一世の第一帝政に対する文化的抵抗運動の中、文芸サロンやサークルの中で醸成された。また、ビクトルユゴーやその兄が属した詩、あるいは詩、フランス精神詩などを発表の根拠地としていた。そして1825年に、 ビクトル・ユゴーとシャトー・ブリアンが自由主義化けることで、ロマン主義はより大きなうねりとなった。自由主義、個人主義、エゴイズムを柱とする、ロマン主義の確立はそれまでの協情主義、古典主義に対する個人の解放だけでなくあらゆる、先生に耐える人間性の解放をも目指した。ユゴーは、戯曲、エルナニーの序文でこう書いている。芸術における、自由、社会における自由、 これこそが筋が通り通りに叶ったすべての精神が足並み揃えて目指さければならない二重の目的である。中略文学の自由は政治的自由の娘である。1830年、この儀曲、エルナニの上演における混乱は、と呼ばれ、フランス芸術界を追ったロマン主義における一大事件となっている。19世紀前半の代表的なロマン主義詩人としては、アルフォンスド。 ラマルティーヌ、アルフレッドド、ミュッセ、アルフレッドド、ビニー、ビクトル・ユゴー、ジェラールド・ネルバルラが、小説家としては、スタンダール、オノレド、バルザック、ビクトル・ユゴー、プロスペル・メリメ、ジョルジュ・サンドラが挙げられる。1848年の総選挙によるラマルティーヌの失敗と、1850年のバルザックの死、及び1851年12月2日の、 ルイ・ナポレオンのクーデタを通じ、ロマン主義は幻滅の中で、写実主義、自然主義にその座を譲ることになる。以降のロマン派は、シャルル・クロス、エリファス・レビラの小ロマン派と呼ばれる詩人、作家たちに、パリの文芸サロン文化内で、細々と継承され、やがて象徴主義にたどり着くことになる。イギリスにおけるロマン主義は、ヨーロッパ啓蒙主義に強い影響を受け、 ウィリアム・ブレイクの死を、その方がとし、ウィリアム・ワーズワースとサミュエル・テーラー・コールリッチの協調で、アシ州シ、ジョジョー・ミンヨーシュー、リリカル・バラズ、1798年をもって、本格的に始まる。さらにロバート・サウジーらが牽引した。ワーズワースや、コールリッチらは、フランス革命後保守化したが、ナポレオン戦争後、ジョージ・ゴードン・バイロン、パーシー・ビッシュ・シェリー、ジョン・キーツらは先鋭化し、 イギリスを去って、スイスイタリア等に移り、理想主義を掲げた。そうした中、国物条例歌集のように政治に深く関わる作品も表された。またバイロンは、ギリシャ独立戦争に従軍した。これらは、産業革命や重商主義への反動として、産業革命の浸透と時を同じく浸透していったが、やがて産業革命の所作である。 功理主義的な思想にとって変わられることとなった。バイロンの死去した1820年代以降、イギリスにおけるロマン主義は急速に後退していった。ドイツのロマン主義文学はゲーテの作品や疾風土陶器の作品から理論の形成に大きな影響を受けたが、ゲーテ自身はロマン主義に批判的であった。ドイツ文学におけるロマン主義運動は北部のイエナを中心とした。 イエナには、ザクセンイコール、バイマルイコール、アイゼナ派対抗国の最小でもあるゲーテの制作によって、国内を代表する学者たちが教授として招かれていた。ドイツの初期ロマン派、ドイツロマン派、イエナロマン派の文学者には、文学士、アテネーウームを主催した、シュレーゲル兄弟、ティーク、ノバーリスなどがいる。イエナのサークルには、ゲーテ、シラー、シュライエルマッハー、フィヒテ、 シェリングが関わった。またこのサークルには加わらなかったが、ヘルダーリンも、イエナで、フィヒテの講義を聴講している。この初期ロマン派は哲学への思考を持った。この傾向はシュレーゲルに強く近代の特徴的所産として、フランス革命、フィヒテの知識学、ゲーテのビルヘルムマイスターを挙げている。しかしこの文学者からの接近は、哲学者からは必ずしも歓迎されなかった。 シュレーゲルは、イエナ大学で哲学の講義を行ったが、哲学界からは黙殺された。また、ヘーゲルやシェリングは、シュレーゲルの思想を先迫なものと非難している。しかし、フィーヒテの後期知識学や、シェリングの後期哲学、積極哲学には、明確に、ロマン主義の影響が認められる。これらのドイツ関連論とは異なる。哲学的失策については、後に、バルター・ベンヤミンが、 芸術批評の思想として発掘し、カール・ハインツ・ボーラーなどにより、積極的に評価された。哲学史的意味において、この時期の古代にリシア研究にアポロンと対地された、ディオニュソス的な存在を見出した影響は大きく、ニーチェラがこの分類を用いたほか、世紀末芸術等にモチーフが受け継がれた。彼らのグループイエナ・ロマンティカーは、各人の天教や、 死などにより1800年には解消した。後に、ベルリンのアルニムラによるサロンを中心とする小説家群が排出された。この文学者群を後期ロマン主義と呼び、グリム兄弟、シャミスソー、ホフマンらが挙げられる。シュレーゲルの友人であるスタール夫人により、ドイツのロマン主義はその源流であるフランスに紹介された。ビクトル・ユモーの儀曲。 エルナニの上演をめぐるエルナニ事件が起きた1830年にベルギーは臨時政府議会による独立承認が行われている。独立前の政治的混乱と産業革命の成功に伴うブルジョワ階級の交理主義の中でロマン主義の需要は遅れていたと言われ、また当時のフランス王統廃炉の強いロマン主義文学に対してオランダ王家。 ラニエイコールナッサウケに対する独立運動を行っていたベルギー人の反応は薄かったと言われている。フランス側からだけでなくドイツ側からも権限されたが一部の貴族以外からの反響はなかった。ベルギーがロマン主義の需要を始めるのは自由主義とロマン主義を明確に掲げたグローブ紙が熱心に読まれ始める1820年代中盤。 1826年にがパリからブリュッセルに移り、バロンの執筆したブリュッセルジャーナル誌と古典派の巨場とされる保証誌との間でロマン主義に関する論争が行われてからのことった。また、パリに対してその約半分だったブリュッセルの印刷費とフランス大に訂正の厳しい言論統制により、ブリュッセルでフランス向けの海賊出版物が 数多く出版されている。この海賊出版はバルザックの19世紀フランスの作家たちへの書簡で激しく非難されている。この状態は1852年4月22日にフランスベルギー両政府間で文学芸術著作権に関する相互保護定が締結されるまで続いた。この海賊出版をめぐる論争はフランスのロマン主義に対する攻撃にも発展した。 1836年のベルギー評論ではすでに想像力の下で良識を抑圧しようとする。この詩文学は風俗を廃れさせ、道徳を破壊し、悪徳と罪とに金の商品を散りばめた真っ赤なマントをまとわせていると非難されており、1846年には詩人ラウルのユゴに反して、というロマン主義を激しく非難する小冊子が刊行され、 ブリュッセルではその後次々とロマン主義を攻撃する風刺的小冊子が刊行された。海賊出版論争の間にベルギー言論会はフランスの自由主義的ロマン主義と自らの矛盾を自覚してベルギーナショナリズムが放火しゲルマン的ロマン主義の模倣を経由しベルギー独自の幻想文学に至っている。このロマン主義を授与した時期に書かれた小説として アンリ・コンシャンスのロマン主義的歴史小説、フランデレンの詩詩、1839年が挙げられる。ポルトガルのロマン主義は、フランスのそれの影響が強く、ポルトガルにおいて、ロマン主義は、1825年に、詩人のアルメーダ・ガレットが、亡命先のフランスで発表した、カモイス、1825によって入りされた。ガレットの他に、 初期のポルトガルロマン主義の形成に大きな役割を果たした人物として歴史家であり、詩人でもあるアレシャンドレール・クラーノの名を挙げることができる。写実主義の方が,が見られるジュリオ・ディニスや破滅の恋1862のような恋愛小説を残したカミロ・カステロ・ブランコのような第二世代に続いて保守的で形式的な超ロマン主義が分断を廃止。 こうした超ロマン主義に対して1865年に反ロマン主義者がその更新性を批判したコインブラ問題はポルトガルの更新性をめぐる文学論争に発展した。ポーランドのロマン主義はポーランド分割に参加したドイツの諸作家及びイギリスのバイロンの影響を強く受けた。1831年のポーランド放棄から1863年の 第二次ポーランド放棄までが、左官期間であった。ポーランドロマン主義三大詩人と呼ばれるアダム、ミツキエビチ、ユリウシュ・スーバツキ、ジグムント・クラシンスキや、歴史小説で知られるユゼフ・イグナチ・クラシェフスキ等が、活した。ロマン主義流星の後、ポーランド文学は19世紀後半の実証主義、自然主義に向かっていくことになる。キューバにおいて、ロマン主義は、 スペインの植民地支配に対する抵抗の手段としての役割を果たした。1830年代から1840年代にかけてキューバのロマン主義文学者はドミンゴデル・モンテがそうした雑誌レビスタ・ビ・メストレ・クバナ1831から1834に集結し、その中から重要な批評家が現れた。その他にもキューバのロマン主義者として ハンスペイン運動に参加した女ジ,ジ詩人、ホセ・ハント・ミラネスのような人物の名を挙げることができる。アルゼンチンにおいて、ロマン主義は1829年から1852年までアルゼンチンを独裁的に支配したフアン・マヌエル・デロサスとの関係の中で培われた。ロマン主義がラプラタ川流域に登場したのは、フランスのロマン主義に影響を受けたエステバン・エチェベリアの エルビア、もしくはエルプラタの恋人、1832、によって出会った。エチェベリーアはその後、調べ、1837、などを表した後に、ロサスと決定的に敵対したために、ウルグアイに亡命し、亡命先で、ロサスの圧政から着想を得て、暴力を描いた小説、エルマタゲロ、1840、を表した。エチェベリーアがそうであったように、 ロサスの反対者は、1837年の世代と呼ばれるグループを結成し、亡命先からロサスと対立したが、そのような人物の中で特に優れていたのはチリに、亡命ていたドミンゴ・ファウスティーノ・サルミエントだった。サルミエントは、ラ・リオハ州のカウディーリオ、フアン・ファクンド・キロガの生涯を描いた、ファクンド、1845、で、アルゼンチンにおける、ヤバン・ナガウチョやカウディーリオと、 文明であるヨーロッパの文化との対立を描いている。ロサス失脚後のロマン主義に位置づけられる作家には、アマリアのホセ・マルモルヤの体制者であり、アルゼンチンの聖書とも呼ばれる、ジョジシ、1872を表したホセ・エルナンデの名が挙げられる。ブラジル帝国において、ロマン主義は、ゴンサルベスで、マガランイスの私的統息と感情1836、18 によって導入された。ブラジルのロマン主義はヨーロッパの形式の模倣に過ぎなかったが、扱われた主題は新たな国民国家のアイデンティティに関するものだった。ヨーロッパのロマン主義において英雄とみなされたのは中世の騎士だったが、中世を経験せず騎士も存在しなかったブラジルにおいてそのお役割はインディオによって担わされることになり、インディアニズムと呼ばれる文学潮流が生まれた。 その中で目標とされたのは、ブラジル語の創造だった。このように、ロマン主義文学者の創造上のインディオは、インディアニズモの潮流の中小産されたが、奴隷制に苦しむ黒人は、少数の例外を除いて、ロマン主義文学者のテーマにはならず、実際に存在するインディオに対しては無関心、または、敵対的な政策が取られた。ブラジルロマン主義の文学者としては、死において、 インディアニズムを開拓したムラートのアントニオ・ゴンサルベス。ディアス、インディアニズム小説の、イラセマと、グアラニーで、ブジルロマン主義の頂点に立った、ジョゼデ・アレンカール、ある在京軍曹の回想録、1852、で、テートリオの風俗を描き、上流階級を揶揄したマヌエル・アントニオであるメーダ、ブラジルロマン主義に、笑いをもたらし、苦しめられし、犠牲者たち、1869? で黒人に若干の偏見を持ちながらも黒人奴隷制を告発したジョアキン・マノエル・デマセイド、ビクトル・ユーゴーの人道主義に共感し、奴隷制廃止運動に携わった詩人、カストロ・アルベス、奴隷・オンナ、イザウラ、1875、で白人女性のような黒人女性を描いたベルナルド、ギマランスなどの名が挙げられる。日本では明治中期、 1890年前後以降、西欧のロマン主義文学の影響を受け、森外の舞姫、1890年によって、ロマン主義文学が始まり、文学界導入の島崎東村、北村東国らによって進むされた。東国は内部生命論、1893年で、五人は人間の根本の生命に重きを置かんとするものなりと主張した。また、 写実主義に対する反動から泉京花の観念小説が書かれ、日清戦争後の社会不安から広津流浪の悲惨小説、深刻小説が書かれた。日本のロマン主義文学の主な作品は、樋口一葉の短編小説、竹比べ、1895年、島崎東村の詩集、若菜集、1897年、国木田独歩の随筆的小説、武蔵野、 千八百九十八年、徳富呂家の社会的視野を持った、家庭小説、伏女八百九十九年、泉京花の幻想小説、高野清千九百0 0年、与謝野秋子の歌集、乱れ神、千九百一年、高山著牛の評論、美的生活を論ず、千九百一年などである。国木田ドッはやがてロマン主義から、自然主義的な作風に変化してゆき、 島崎東村は、破壊、1906年により、ロマン主義から自然主義文学に完全に移行した。日本のロマン主義文学は、西欧のそれに比べて短命であった。また、夏目漱石は、ロマンという漢字による当て字を考案した。日本におけるロマン主義は、明治末期に始まり、大正初期には自然主義の移行で終わったが、 ロマン主義の終焉した大正時代の文化世相を大正ロマン、大正ロマンと呼ぶ。1935年、昭和10年になると、新しいロマン主義を模索する安田与十郎をはじめとする日本ロマン派が登場した。これは国粋主義的な思想の強いものであった。日本ロマン派の同人には、亀井昭一郎、段和夫、太宰治等がいる。 キリスト教的教条主義から表現を解放したロマン主義は、教会の指導から世俗権力に政治的主導権が大きく振られる過程と時を同じくし、王権神授説によってその正当性を保障されたブルボン王家ら、フランス革命によってその権力が離れ、ナポレオンによってフランス帝国がヨーロッパ全体に伸長する過程でブルジョアジーに支持され普及した。 この動きの中で、ロマン主義陣営からの政治参加が目覚ましく見られた。フランスにおいては、オルレアン公爵夫人の側近を務め、後に、ルイナポレオン公の陣営に転じたビクトル・ユゴや、2月革命の臨時政府で外務大臣に就任したものの同年の大統領選挙で、花々しい失敗を演じたアルフォンス・ドラ・マルティーヌなどの政治への参加が見られたものの、1851年の ルイナポレオンのクーデターによりブルジョアジーの関心は急速にロマン主義から離れ科学的経済的進歩の競争に向けられるようになった。フランス革命によって刺激された国民意識の形成は東欧、北欧、スペインドイツなどの諸民族が同様に民族主義的な文化的国民性及び民族としての一体性を強く意識させた。ドイツにおいては 両方国家に分裂した社会及び近代世界の克服がドイツにおけるロマン主義の主要な主題の一つであり、これは民族共同体の意識が強かったオリエントへの同系や教会と神聖ロマ帝国のもとにあった中世への解雇と結びついた。こうしたドイツにおける保守化伝統回帰の傾向は特にナポレオン戦争後のウィーン体制。 正当主義を背景とした後期ロマン派に顕著である。大戦間において、再び流成したロマン主義的な政治については、カール・シュミットが、市場化した生の公用のために政治を利用する、機械偶ン主義、オッカジオナリスムスであると批判した。先行する新古典主義に対するロマン主義の、反伝統的、反制度的表現を順用して、 絵画においてもロマン主義の故障が用いられる。ロマン主義に属する画家としては、スペインのゴヤ、フランスのドラクロワ、テオドール・ジェリコー、ギュスターブ・ドレ、イギリスのウィリアム・ブレイク、ジョゼフ・マロード・ウィリアム・ターナー、サミュエル・パーマー、リチャード・ダット、イタリアのフランチェスコ・アイエツ、スイスのヨハン・ハイン・リヒ・ヒュースリー、ドイツでは、山岳、廃墟などをテーマにしたカスパー・ダーブと、フリード・リヒ、 フィリップ・オット・オルンゲ、ノルウェーのヨハン・クリスチャン・ダールなどが挙げられる。日本の絵画では、藤島武次、青木シゲルが知られる。音楽におけるロマン主義、ロマンパ時代は、バロック音楽に続く古典派音楽の次に来る時期を、指し、ほぼ19世紀全体及び20世紀初頭に及んでいる。ただし19世紀後半には、ロシアや東欧、北欧、スペインでは、 民族主義的な国民学派が栄え、フランスでは20世紀初頭には印象主義音楽に移行していた。このため、後期ロマン派と呼ばれる19世紀中盤以降のロマン派音楽は、ドイツ、フランス、イタリア等の限定的な地域での流行となった。代表的な作曲家として、フランツ・シューベルト、エクトル・ベルリオーズ、フレデリック・ショパン、ロベルト・シューマン、フランツ・リスト、 リヒャルトワーグナー等が挙げられる。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。